全部手が届く、シート位置低い。いや、こんな面倒くさいことやってんだ。そうなんですよ。テリー土屋の車の話始まりました。はい、はい、土屋さん、鶏弁当を食べてお腹いっぱいになりましたね。なんでそんな裏話するんですか。だったでしょ。うまかった。美味しいよね。うまい、あそこのはうまい。うまいよね。あの群馬じゃなくて埼玉なんですよ。ああ、はい、埼玉県の本庄さっきとお邪魔しております。食べたでしょ、さっき。食べました、いただきました。しつこい。鶏弁当はね、群馬の名産だから。今日は何ですか。今日はですね、はい、新企画です。また最新スポーツカー事情をやりたいと思います。いい、ね、なんか最近この番組やる気出してるよね。いや、そうなの。最近最近ようやく最近今までだらけてたんだけど、急にこのところ来てね、やる気出してさ。あ、そう。という段取りもいいんですよ。はい、あ、はい、ありがとうございます。何をするかと言いますと、はい、毎回ですね、1台の最新のスポーツカーをピックアップしまして、はい、その車をこう見て乗って触って、はい、勝手なことを言っているっていう、いい、ね、そういう企画です。だからこういう格好してるんですよ。あ、そうそうそう、ね、走る係。今回俺にこんな格好をさせるってことは、タイムアタックさせる気だな。イエーイ。イエーイじゃねえ。いやいや、もうね、お腹の中にね、鶏弁当が入ってるのかかわらず、ね、コーナー曲がったらね、鶏がこっちに一斉に入れるよ。ごめんごめん、ごめんごめん。さあ、今回は第1回ということで、はい、そんな記念すべき第1回は3月の21日に発表されました、うん、大幅な進化を遂げた新型の GR ヤリスでございます。はい、今大人気ですよ、これ。そうなんですよ、実はね、うん、この番組が放送されるときにはすでにもう完売されているかもしれません。なんだと、はい、っていうのはね、いや、これね、いかんな、それは手作業のとかが多いんですよ、こだわりの車なんで。そうだね、うん、だからもうね、心を込めて魂込めて作ってるから、そんなにいっぱい作れないんですよ。うん、あ、はい、いつになるか分かんないね。ちょっと待っていただかないとなんですが、これあの土屋さんもテリーさんも、うん、これ新型 GR ヤリスは試乗されて。いや、まだ乗ってない。まだ、うん、私ね、乗ってるんですよ。あ、そう。めちゃめちゃ乗りやすいから。あ、そう、はい、これ僕は無理ですね。うん、僕はもう押せ車じゃないと思って。でもね、でもね、テリーさん、オートマ。オートマ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でもオートマといったってね、ねえ、いいじゃん。いや、でも大変だと思いますよ、はい、いやいやいやね、うん、あのちょっと私も一回乗ってますので、うん、その体験を踏まえつつですね、うん、はい、まあ、どういったところが今までと違うよっていうのをね、うん、お伝えしていきたいと思います。はい、こうやって見ると、はい、なんか、あ、そうか、形状が違うんですよね。まずね、ここが違うでしょ。顔がね、グリルのところね。顔が違う。そう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 。で、これをですね、実は金属にしたんですよ。あの、これラリーとか出るでしょ、うん、結構ぶつかっちゃったりするじゃないですか。でもこれだったらね、こう直せるでしょ、曲げれば。まあ、今までのとプラスチックだから割れちゃうでしょ。そうそう、そうそう。で、あとここの部分もね、分割になったんですよ。で、これもほら、ぶつかった時に取れちゃえば他に被害も及ばないし、パーツを変えてもちょっと値段を抑えられるということで、あー、まあ、モータースポーツに割とね、こう優しい形で進化をしています。今までだと、はい、あのリップが割れただけでバンパー交換しなきゃいけなかった、ね、うん、あそこのところね、全部ね、そう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 、一体化になってるからね。そうなんですよ。あ、今度はここだけでいいってことだね。そうそうそう、それはいいね、うん、お財布にだいぶね、優しく。あれ、ちょっと横見てみましょうか。はいはい、これ横はどうですか。どこはどう違うんですか。横ですね、横はそんなに変わらないかな。あ、でも、まあ、ラジエーターのエアを抜いてる。あ、そうですね、ここの部分ね、うん、こっちからね、はいはいはい、そう、あの旧型の方はないの、うん、エア抜いてる。なるほどなるほど。熱をね、ホイールは一緒。一緒ですね、ホイール一緒ですね、一緒だね、うん、ちょっと後ろ回ってみましょうか。はい、後ろはどうですか。後ろもですね、うん、このライト周りが実は変わった。後ろ違う。前はハイマウントストラップランプここだったんですけど、うん、これここにして、はい、でこのバックランプ前下だったんですけど、うん、これ下またねガチャンってぶつかった時に、うん、これまた困っちゃうじゃないですか、うん、なので上にして、はい、ここはもし壊れちゃっても、うん、そのままこうモータースポーツ続けられるように、うん、はい、そのように考えられてます。これバックランプとか、あの例えば壊れちゃうとそのまま競技を進めていいんですか。だって下にあった時はさ、うん、じゃあぶつかったとするよね、うん、こうケツが岩にぶつかった、うんうん、そうバックランプがブラ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 してたら、はい、うん、もうピットインして修理しなきゃいけない。そうそう、ああそういうことか。そうなんです。ということはそういうことがないように上にしたってこと、ね、はい、上にした。であとここも金網とか樹脂じゃなくて、うん、先ほどと一緒ね。そうですね、うん、あとこの
排気をこれで逃がせられるようになったので。そうだね、マフラーあるから。そうそう、そういったところもかなり進化してますね。かなりやっぱりですね、このね、もう4年ぐらいですか、前出てからぐらいかな、うん、そうですよね。あとね、デザイン的にもね、前はね、普通のヤリスとどこが違うのって言われちゃうから、うん、このあたり変わってますよ。なるほど、うん、確かにね、普通のヤリスよりもね、そうそうそう、まあ、お値段もね、そうなんですよ、うん、倍ぐらい違うでしょ。倍ぐらい違う。でも違いますね、一番安いモデルからしたら、うん、違うよね。やっぱりね、特別感がないとね、500万オーバーの車だから。確かに。あと何が違うんだろう。あと中違いますね。中はい、車重も違うの。車重は、はい、20キロ重いみたいです。今回は AT モデルが20キロ、MT に比べて。なるほど、 MT の方が軽いじゃない。そうね、今回オートマなんでね。中ね、こういうこう、まあ、ダイヤルとかスイッチ類が、うん、要はこれモータースポーツの、こうモータースポーツシーンでここがこうだったらいいなっていう声を結構反映させたんですって、ね、80スープラみたいに運転席に向いてる、うん、ああみんなラウンドしてる。確かに、あ、そういうことね、うん、でもう運転しながら全部手が届く。そうなんです。ドライブモードとかインタークーラーのボタンとかで細かいところ全部手が届く。シート位置低い。ちょっといいですか、うん、シート位置低い。ああそう、うん、座って座って。あの前のとはシート位置が低い、はい、シート位置が低いってことはどういう特典があるんですか。スポーツカーってみんな低くして、はいはい、25ミリね下がってるんですけど、うん、これ下げるために全部下もね変えてるんですよ。と思うよ、うん、低い。結構手間かけてね。かけてるかけてる。いや、こんな面倒くさいことやってんだ、うん、そうなんですよ。だから中身がモータースポーツのそういったところから声を聞いていろいろ進化させた、うん、そうかね、いろんなドライバーの方から意見を聞いてってことですか、はい、そうですそうです。じゃあさ、これテリーさん新型運転できそうですか。普通に誰でも運転できる。ほら、あ、本当に本当に、うん、普通できるかな。できるできる。じゃあちょっと横に乗って。いいですよいいですよ。じゃあちょっと二人乗ってください。本当にデートみたいに、はいはい、スピード出さなくていいんでしょ。踏みはいいのに。これ乗りやすそうですね。あれ車好きだからね、テリーさんもね。なんだかんだ言って乗りたいんだよ、こういう車。絶対帰ってくるよ。で、もう一周行っただけだよ。普通に乗れるでしょ。そうですよね。もう全然。そうでしょ。いいですよね。音も気持ちいいし。そう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 。ね、普通に乗れる。もうね、普通のコンビニに行ける感じで。うん、で飛ばせば早いし。うん、そう。で、サスペンションの動きめっちゃいいですよ。うん、あと音が気持ちいい。音気持ちいいよね。あとアクセルのレスポンスが、突きがすごくいい。だからあんまり重い感じがしなかった。そうそうそう。でしょ、うん、ね、楽しいよね。そうです、うん、いいと思いました、ね、いいですよね、はい、いいですよ、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。
モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。